明治大学先端数理科学インスティテュート所長の又野です。皆様、第7回研究ブランディング事業公開シンポジウムにお集まりいただきましてありがとうございます。本インスティテュートでは、明治大学の研究ブランディング事業、数理科学する明治大学、その事業の一環として、 公開シンポジウムをこれまで何度か開いてまいりました。今回はその第7回目として、本インスティテ,ィテュートが特に重要な活動を理念としている文と理を融合する文理融合の精神を、まあ、象徴する形で、あやなすことわりというタイトルの公開シンポジウムを開きます。皆様、どうぞお楽しみください。 これで私の開会の挨拶とさせていただきます。